今52万7516人入っているということで、本当にスタッフ誰も予想していなかったような数のお客さんに来ていただいていてですね、知事の方からは確か30万人という目標を、開催前に出していただいたんですけれども、それを大きく、上回る数を、ご来場いただいています。いやこれ数じゃないよ、クオリティだよ。まあ入っちゃったんで、やっぱり数だよねっていう、ね、まあ非常に巨大なエネルギーだったんで、それは誰が光るかっていうんじゃなくて、本当に草手の美術館、それから長者町のことだったね、だからうまくなんか浸透して、みんなの思いがこう合わさってたんじゃないかと思う。それは横で見せてもらって、なんか好感でした。こんな言い方したらとっても失礼だと思うんですが、予想に反してすごく楽しくて、で特に長者町のエリアの展示物はものすごく楽しかったです。現代アートっていうのは若い人がなんか意味もなくいろいろやって楽しんでるっていう感じがすごくして、最初は団体さんと一緒になるとうるさくて嫌だなと思ったのがすごく楽しくいろいろ見れて、作ってる人も見てる人も一緒に楽しめるっていうのが予想に反してとってもありがたかったです。準備段階からいろんなイベントがあったりだとかするところにも、町としていろいろ参加してたんですけども、最後は都市の祝祭というのがテーマだったので、先週あった豊町のマンティと一緒に、コラボした時も大変良かったんじゃないかなと思います。もともとやっぱりエビサードラゴとか、最近どんどん変わりつつあった、もともとトリエンナーレの前から動きつつあったことがあるんですけれども、そこにまたトリエンナーレが加わることですごく、いい効果が生まれたんじゃないのかなというのはキュレーターチームとしては自負している。長者町っていうと、昔の年代の方はご存知の方はいらっしゃる人多いんですけども、若い方はあまり町の存在自体を、知らない方がたくさんいらっしゃって、トリエンナーレが開催してもう本当に若い方がもう若い方ばっかりぐらいの感じでもう本当にびっくりしています。長野大学共同スタジオでは今回は期間限定ですが、8月の下旬から10月のつい、このまで、第3週まで期間限定で参加しました。テーマは王冠というテーマで、これは今回片田監督が掲げられた美術と演技と両方、パフォーミングアーツと両方一緒にやろうということにとても感じた興味を持っておりましたので、それだったら、なかったらはぜひこれに手を挙げたいと思います。演劇と美術との上演と、インスタレーションというと、具体的に劇場空間という空間を生かしたものが、できたかなというので、一応噛みついた分の落とし前はつけられたかなと思っております。長寺も長者町もそれぞれのスペースのそれぞれの良さ、それから名城公園ですね、それも使ったというのは本当に祝祭という面では私にとってはもう名古屋というところで今まで平面で見ていた部分がそこならに切り込んできた。万博にいっぱい書き換えたお母さん、ポーのお母さんが万博にめちゃくちゃ何回も来たんですけど、今回も何回も僕が出してるまで来てるんですけど、結局万博見に行った時はさ、その見に行って何か見てすげえと思うんだけど、その演じとかしてて最後テロタとか出るわけですよね。そうじゃなくて今回はすげえ、あんますごいと思わなくても、それ作った人、作家が向こう側にいる。で、そのことがおもろいなって、面白いなって思ったら、もう何回も来るようになって、じゃあこれ全然これで分からなかったけど、今日来たら、ちょっと面白かったとか、でそれそうなっちゃうと何回も来てくれなかったから、一個って思って、それを普通にやればいいんじゃないのと思ってね。それは本当にどんなことするのか分からなくて、で、絹糸に米を一粒ずつつけていくんですけれども、初めは本当にそれがもうなかなかできなくて、でもだんだん夢中になりまして、もうお家に持って帰って、なんか作りたくなっちゃうぐらい、本当に楽しく参加させていただきました。なんていうか、ものづくりをしているわけでもないけど、ちょっと自己表現も恥ずかしながら実はやってるんだけど、そんなんだって縫い物とかそのレベルだからっていうね、そういう人っていうのをたくさんやっぱり出会うことが多かったんですけど、そういう人が、表へ出て、みんなと一緒に物を作るっていう、そういう経験をした人が多かったんじゃないかと思います。先ほど、長者町が変わったとか大城変わったとかっていう話がちょっと出てましたけど、僕は逆で町は変わんないと思う。
って、特に今回そのいろんな会場、経済市、名城公園内町、町町を、まあ、前回と僕は結局場所として見てたんですけど、場所は変わってないと思うんですよ。で、何が変わったかっていうと、そこに来る人とか、そこにいる人の意識が変わって、アートっていうのはこう分かんないといけないもんだと思ってた人が楽しめばいいんだって思うようになったとか、現代美術って難しいもんだと思ってたけど、なんかその参加すればいいんだとか、あるいは長者町ってこんな町だと思ってなかったけど、なんかこんな面白いところがある、ボスってこんなと思ってたけどこんなとこがあるっていう、そういう意識を変えるきっかけに、その今回のアイストリーナーに1回目があって、みんなその現代美術とかブリエンナーレっていうものの楽しみ方をちょっと覚えた。作家さんを招いてのトークっていうのが AD カフェもあったんだけれど、ヤコブ・キルケゴールの私、砂の作品ものも好きだったの。でもなぜか、なんかやらないわけ。で、どこやらの豊島区かなんかのギャラリーでは、ヤコブを読んでトークをやっている。だから、より深く知りたいためのために、もう少しきめ細かいプログラムがあればいいなと、次回はそれも期待します。ちょっと涼しくなって、人が出やすくなったぐらいになって、やっと街の人も、トリエンナーレすごいやん。なんか、土日とか行列できてるらしいよ。だんだんそういう噂を聞いてきて、だんだんこう、長者町の人たちも、トリエンナーレがすごいなっていうのが、ちょっとちょっと分かりやすい。だから実は、観客の皆さんはトリエンナーレすごいと思ってらっしゃると思うんだけども、実は街の人間が一番気づくのが遅かったのか。そんなイメージが僕はあります。ボランティアの皆さんだったりとか、参加の皆さんだったり、キュレーターの皆さんだったりとか、あるいはその価値に気づいた一般の市民の人たちっていうのは盛り上がるんですけれども、ただそれが都市全体で本当に巻き込めたかっていったら、まだまだ巻き込めてないんじゃないかなっていう面がすごくあるなと思います。矢印のポスターがありますけど、あれって何、どこに案内されてるかよく分かんないみたいな、そういう意見で終わってる人っていうのもすごくいっぱいいるので、そうですね、もっと途中参加ができるような場があってもいいのかなというふうに思いました。ボランティア担当者の話の中で出たのが、私が行っている仕事で知ってる人って全然いないよという話があったんですよ。その時にそういう人たちにつなげるのも、そういう人たちに紹介するということもボランティアの役割の一つだと思うっておっしゃった方がいらっしゃったので、このボランティアの役割っていうのはそういうところにもあるのかなって思いました。この作品って どこどこにもありますよねとか、どこどこの作品はどこにあるんですかって聞かれたときに、やっぱりボランティアさんが答えられなかったって、それが他の、例えば私横浜クリエンタルのボランティアに行ったことがあるんですけれども、その時はボランティアさんはいろんなこと答えられた方がいいから、ボランティアチェックを見てたらどこでも回れますよっていうことをおっしゃっていただいたんですよ。なのでいろんな作品を見て、でお客さんにも聞かれたときにある程度答えられたってことがあって、そういった背景が必要だったのかなってちょっと聞いていて思いました。パフォーマンス全体の割合はちょっと美術に比べると少なかったんだけれども、逆に美術の中でもいろいろパフォーマンスがあったりとか、こうしたそのいろんなジャンルのにとらわれない形っていうのはとても良かったと思っています。一つ良かったなと思うのは、例えば私の知り合いで七つ寺でよく演劇を見てたんだけれどもっていうことで、今回その七つ寺で、美術展が行われるって一体何やるんだろうと思ってちょっとチケットを買ってみたとか、あとパフォーマンスの方も美術の方の、が好きだというようなことで、の方が、ショーホールの公演をよくご覧になるようになったというような、その今まではちょっと見なかったけれどもとか、そういう方が少しずつ増えたというのは、トリエンナーレっていう、現代美術展が一番ボリュームがあって、その中で映像作品がすごく多いんですけども、その展示形式ではなく、映画館のようにこう椅子に座って、じっくり映像を見るというプログラムをトリエンナーレで作れたということは、自分にとっても良かったですし、参加した作家もですね、非常に満足して、特に石田隆さんなんかはこういう上映の形式でトリエンナーレに参加できたということを非常に喜んでいました。それから見に来てくれたお客さん、それからボランティアの方なんかも、多分こういう実験的な作品はこういった絵がなければいけないんじゃないかという方が見ていただいて、例えばストローフィールの作品を見て、非常にこうクラシックでいい作品だというふうに言って
ていただいて、ボランティアの方が次のお客さんに来てくれたということがあったりして、そういう意味で非常に僕としてはやってよかったなというふうに思っています。なぜここに引っ越してまで来たのかっていうと、理由一つあって、一つは非常に、サッカーのセレクトが面白かったということ、とですね、もう一つは長者町という町漫画で、美術館だけではなくて町漫画で、作品を展開していること、この二つが私にとってここに来たいと思った、理由でした。僕アーティストたちも町の人たちといろんな話をしながら作品を作ったりとか、何ヶ月も住み込んで作品を作った人もいて、今回いろんな意味でいろんな人たちに感謝をしなきゃいけないなと思っています。で、長者町すごく魅力のある町なので、今後もこう、なんていうんですかね、いろんな展開をちょっとしていけるような街になるといいなと思っています。